はい。<laughs> やべ。はい。おはようございます。はい。えー、これは、セブンツーアイワークスさん金星の、バイクメガネサングラスバージョンです。まあ、これ、フレームがオニールなんでね。あの、バイクメガネっていうか、オニールのサングラスにどう入れてもらったやつなんですけど。えっ、ー、と、ハイエースのー、話の続報でですね、えー、たくさんコメントをいただいてありがとうございます。えー、非常に、 あの、助かりました。あの、全部読ませていただいてですね、あの、驚いたのがですね、やっぱあの、まあ、すごい詳しい方がいらっしゃるなということとですね、あとあの、メールでもいただいている方、何件かいらっしゃるんですけど、あの、私と同じ症状で、えー、まあ、不調をこむった人がですね、あの、かなり多い。 という印象を受けますで。私のハイエースと、まあ、あの、年式が近いハイエースで、あの、やっぱエンジンが停止してしまうトラブルに遭ってる人がいたりだとか、あの、まあ、新車でも結構起こるトラブルなのかな。 というででですすね印、えー、印象象をまましたこれあくまで印象です本当はどうかわかんないですし、まあ、僕の視聴者さんにねたまたまあのそういうのがあっただけなのかもしれないんですけどもまあそれでもやっぱりあのーまあ、ケースとしてはその自分が思ってる以上にまあ深刻ですよというのはですねもっと強く出た方がいいんじゃないですかっていうのをね、あのー コメントいいただいてる方がねあの結構いたんですけどあの何、ー、て言うのかな、あのー、強く出るってねその何て言うの言葉遣いが悪くなるとか悪態をつくとかなんか大声を出すとかねあのそれが強く出るっていうことじゃないと思うんですよ。でやっぱりその誰に責任があるのかって。 っていいううう部分分をを考えるるとままあああ番責任があるのはそういう車を買った自分ですよねあの、まあ、個人でという意味で言うとね、まあ、そんなことはないんだけどでメーカーさんあのトヨタねあの電話してみたんですけどあのトヨタってメーカー責任取らないのねあのはっきり言われましたメーカーとして責任は取りませんって言われましてねあのそれはあのディーラーと販売店とあの やり合って責任取,取ってもらってくださいって、まあ、こういう言い方をされましたね。ねでそのトヨ,タトヨタ自動車が車両の責任取らないっていうのはなんかね業界で有名な話みたいで僕初めて知ったんですよ。あメーカーはそれでいいんだ。でまあどういうそのお金の流れになってるか分かんないんだけどだメーカーが責任取らない以上ねその誰の責任になるかっていうとさ 完全に責任の所在がどっか行っちゃうわけですよね。だからね、その強く出ようにも強く出る相手がいない。うん。まあこれよくできてるなと思いましたね。あの仕組みとして。そのまあ多分ね、あの売買契約とかの紙とか保証書とかにちっちゃく書いてあるんだろうね。わかんないんだけどさ。でまあ。 だからっていうのもあるかもしれないけど、あの、販売店とディーラーさんはね、非常によく、よくやってくれるというかね、あの、なんか申し訳なくなってくるんだよね。いや、あなたの責任じゃないよって。<laughs> あなたの責任は近くのディーラーでやってもらってるけど、でも俺そこの店で買ったわけじゃないし、ね、ディーラーの看板出してるけどさ、多分裏を返せばそこはトヨタ自動車ではなくて、 多分、なんとかかんとか株式会社って全然違う会社がディーラー契約してやってるだけだと思うんですよ。で、そこの人がね、あの、本当、ペコペコに謝っちゃうんですね。で、あの、もう丁寧にね、<laughs> もちろん販売店さんもそうだけど、ものすごいこう、平山になさるんですけど、あの、まあ、彼らの責任じゃないんですよ。 で、ディーラーの責任でもないんですよ。で、もちろんそこを運営してる会社、販売店の会社さんの責任でもないから、悪く、申し訳なかったっちゃうんだよね。だからそれ、いや、これも含めた、そのトヨタ自動車の戦略だろうなっていうのは、非常にこうよくわかるんだけど、あの、昔ね、僕、大学生の頃に、あの、トヨタ流悪の会社系営論とか、こういう名前の本を読んだことがあるんですよ。あの、 トヨ,トヨタ自動車がやっている、その、人や会,会社の回し方、人の使い方、あの、経営の仕方っていうことを書いてある、まとめてある本っていくつかあるんですけども、あの、あんまよく言っているやつとよくもう、もうボロクソ書いてるやつとはあるんですけど、その中で悪のってちゃんと銘打ってる本を,を昔読んだことがあるんです。大学の時に。思えばね、僕ね、大学の図書館で、 唯一最初から最後までしっかり全部読んだのがその本だった気がする。はい。で、それに書いてあったんだけど、あのー、まあ、細かい内容はちょっとよく覚えてないんだけど、まあまあ、どのようにね、その、人というし資本し、なんか資源をね、あのー、有効に使うかということを書いてるんですよ。で、その、まず第一に、その、やっぱり事業、 を残しししてててて成長させるるため、ね、そこに寄与していいいい限りはは生かしておいてやろうっていうっ感じですわ、はい、かりますか <laughs> あの、あの、生かさず殺さずではあるんですけど、で、最初の、本の最初の方に出てきたデータがね、あの、まあトヨ、トヨタ自動車のある、もうこれ言っちゃっていいのかなまあ、書いてあったし、本当のことが言っちゃうんだけど、トヨタ自動車のある、そのエリアがどういう、 こう街の造りになっていていトヨタ自動車のトヨタの社長のうちから何が見えるかとかでそこの中に住んでる人たちの家がどういう感じの家で,でその家を建てるときにどういう感じの金融でお金を借りててでそのお金を借りるか要はねそれちっと当然トヨタのファイナンスなんだけどでそこからどうやってお金を借りててどういうその借金の契約になっていて。 で、その、どういう車に乗っててね、それどうやって買っててと、どういう年収の人がどうやって買っててと、ええー、いうところが書いてあって、で、まあ、そこまでして、こう、会社を退職せざるし、こうし,し,しづらい状況になると、あのー、 まあどういう感じの仕事になっていくかとか書いてあってでまあさらにそこでまた行き詰まったり辞めちゃったりとかあの心を病んだりとかし,してええー、まあその中でのあのなんていうのかなあのそうだねあの PE 率があー何パーセントで年間何,何人の PE がいるっていう いのとかがまず最初に書いてあるつまり年間、何、何人と言ってきましょう。何十人、何百人って。今、正確な数字忘れちゃったんだけど、その年間 P 人が、あのー、そこで、こう、あの、仕事を国 P してるよっていうところから話が始まってましたね。はい。っていうのをね、思い出して、あ、やっぱりダメだ。俺、ここの会社とまともにね、あのー、 その正論をどう言ってもあの、自分が不利になるだけだと思いました、ね、<laughs> で、やっぱりそういう僕自身、こう、影響力、自分がある身だっていうのはもう仕方ないというか、そういう仕事をしてる身なので、あのー、やっぱりね、あ,ある程度は、その、なんつうの、風評というかですね、そうしたものにはあの影響が絶対及ぶわけですよ。ね。 だから非常にこう慎重にな,らなりつつも僕の目的っていうのはもう車をちゃんとしてもらうこと、ねで,えー、できればその営業できない間の台車を出してもらうことこの2つだけなんですよ別になんかその保証がめようとかねあの炎上させてやろうとかねあの仕返ししてやろうとかねそういうことは全く考えてないからあのそういうふうに見える取られるようなことっていうのを極力避けたい。 わけですねだから皆さんから見るとあの物腰柔らかくすぎても強く出てないいよううううに見えるっていうのはそういうことです、はい、強く出てなんとかなるんだったら何とかするんだけどあの要は怒ってなんとかなるんだったら何とでも怒るんですけどね怒って車治るんだったらいくらでも怒るんですけどそうじゃないからやっぱりその自分に責任がないところの人たちがね、まあ、別にそれは仕事だよ。 ね、でも、あの、直接、その会社や個人の過失じゃない部分で、あの、なんとか僕のために一生懸命頑張ってくれようっていう人しかいない中でね、販売店もディーラーさんも、あの、もうめちゃくちゃ一生懸命やってくれてるんですよ。っていう中で、あの、自分だけね、怒り狂って <laughs>、あの、当たり散らすっていうのは、もうただのクレーマーだしね、あの、もう、何、なんつうの、そういう人のためにさ、一生懸命動けないでしょ。 一生懸命動こうと思って初めてこう人は自分の能力を100%以上発揮できる、誰かのために、あの,あの人は喜ぶからとかねあの、誰かのために自分がいいことをしてるんだっていう、そういう意識、役割、社会的なそういう満足感の中でこう、人は100%以上の能力を発揮して仕事できると思ってるので、やっぱりね、あのそこで必要以上にぶち切れるとかね、感情的なことじゃいらないと思うんだよな、本当に。 だって自分自身さ、バイクやってて思うけど、あの、できること以上のことできないもん。もう、できること以上のことできないっていうのはさ、例えばこう、未銭を切って何,何かしてあげるとかさ、あの、いや、することもあるよ。あの、それは自分が経営者で経営判断できるからなんだけど、例えば自分がね、あの、お勤めでやってるとしたら、それは絶対無理なわけですよ。 あの、多少その時間をね、工面するとか、多少個人的な時間を使ってね、何か考えるとかね、そういうことはするかもしれないけれども、そう、そう、それがもう、大負け負けての限度でしょう。ね。だからまあそういう中でさ、やっぱその、自分の車を直してもらうわけだから、やっぱ気使うよね。金も使うけど気も使うよね。 で、いいと思うんだよな。でやっぱメーカー自体に、ね、ものを言うのもさ電話してる先さオペレーターでさテレオペじゃんでトヨタのその相談室電話かけてみたんだけどもあの一応ねその名乗ってるけどね「トヨタ自動車お客様相談所の誰それです」って名乗ってるんだけどさその誰それがまず本当の名前かどうかわかんないし「誰それです」って名乗ってる人がさあのどこの会社かって言ったらさ多分下請け孫請けのさ あの、あれだよ、あの、サポセン会社だよ。あの、サポセンって、あれですよ、サポセン会社ってのがあって、大きいフロアにいっぱい電話が並んでてさ、そこで電話を受けてる人たちがいて、じゃあ、ここの机はトヨタさんね、ここの机はホンダさんねって感じで、あの、下手したら月替わりでそこ入れ替わるんですよ。でで、あの、バイトが研修受けてそこにホイホイ入ってきて、で、またやめてってっていうのが繰り返しなんですね、あの、短期契約で。 で、場所もさ、下手したら日本にいなかったりとかするわけですよ。あのー、サポートセンターがね。外国だったりとかそういうの、のマイクロソフトなんかすごいよ。マイクロソフトのサポートセンター全部インドにあるからね。はい。まあ、それはいいとして。だから、サポセンのあの、オペレーターの人に何を言ってもしょうがないんですよ。上の方に上げといてって言ってもね、なんかその、クラリファイだかオラクルだかなんかのさ、あの、システムの中にさ、ペ,ペペペって書き込んで終わりだよ。 で、あんま問題がある人だと全部録音してあるからさ、あのー、法的措置が取られるとかね、あのー、そういうことになるだけなんだと思うのね。だから、どこに何言っても無駄なんだよね、要 <laughs> は <laughs> だから、一応言っといたよ。一応、全部話はしておいた。だから、結構え、あの皆さんからもらったコメント情報をもとにした、あの、話を加えた上で、 あのー、本当ね、うやむやにしないでくれっていうのを一生懸命言いました。はい。あのー、もう、要求はもう本当ちゃんと直してほしい。あと、台車ください。で、これ台車です。でも、台車でハイエースは来なかったんだけどさ。しかもこの台車ね、あのー、デ,ィー,ラディーラー,ディー,ラーメーカーがねあの、あの、手配したんじゃなくて自分、自分の、あの、任意保険で手配した台車だから、あの、実質台車もらってないんだけど、 あの台車って出ないんだよね、今ね。あの、そういうのね。そう、だから、特に俺なんかハイエース、ごめんね、詳細言ってなかったね、スーパー GL ディーゼルの四駆で、えー、おととし買いました。はい。のものなんですけども。それと同等のものを台車で用意してるとこなんかないわけですよ、今。もう。まあ、っていうのもあってね、しょうがないから、ちょっとこれで我慢してるんですけど、あの次の配送までには1回戻してくれることにはなってるんですけどね。で、一応その、 私、その仕事で YouTube をやってる人間なので、あのーまあ、どうしても、そのねこうした話っていうのはあの、どうしても出ると。どうしても出ると。<laughs> ね、で、その結果そのなに、トヨタ自動車の、ね、評判に関わるようなことになったとしても、あのー、僕はそれを意図して言ってるわけじゃないし、あのそういうことをしたいわけじゃないと。ね で、結局これがうやむやにされてしまって、例えば僕がね、この演出が原因で大惨事を起こしてしまったとしたら、あどう、どういう風にやりますかと。どう、どうなりますかと。ね。あのー、いうような、あの、こと、ほ、本んとはこんな話絶対しようとは思ってなかったのをしな、しないで言おうと思ったんですけど、あまりにのらりくらりだから、あのー、別に僕がね、その、 まあ古い言い方インフルエンサーじゃなかったとしてもね同じことが起きるだろうしあの直してくれって言ってるものに対してちゃんとこうしてくれないメーカーとして対応してくれない返事もくれないけん見解についても示してくれない返事しないって言われましたからね電話は受けたけども返事しませんって言われました。 メーカーとして返事をするって致い、たしませんって言われて、はっきり言われちゃう。ディーラーには言っときますって言われたんですけど、いや、ディーラーには俺から話してあるよ、すでにって、ね。なんですけど、だからそういうのね、ちょ要はそう、メーカーとしてもう、だんまりを決め込むっていうのはさ、どう、どうなんですかっていうのをねで。僕はこれ原因で、確かにもう、もう大事故起こしそうになってるわけだから、本当に事故って後じゃ遅いでしょって、ね。あの、まあそんなことをね、あの、 まあそういうこともあり得るわけだから、もうここでうやむやにしないでくれっていうのをね、こう散々言ったんだけどね、うやむやになっちゃったよね。うやむやになったっていうのはその、返事が来てないっていうだけで、ディーラーとしての対応はもうめちゃくちゃすぐしてくれてるんで、あの、まあ今んとこそのディーラー対応ととかね、販売店さん対応としてはもうあの120点満点なんですよ。メーカーとしての対応がね、0点以下だよね、もう。 いやあ、これは僕個人の意見ではあるけどさ、言葉遣い丁寧ではあったけれども、丁寧なだけでね、で、ね、どうかなと思うよね、ほんと。うんとね。別に怒ってないですよ。あ、そういうもんなんだなっていうのをね、あの納得したんですけど、あのー まあなんでこんなこと言ったかっていうとさやっぱ僕あのトヨタ自動車ってやっぱすごい会社だと思ってたんですよで今今でも思いますけどもやっぱり日本の基幹産業だし日本の経済そのものを支えてる会社だからあのなんかもうちょっとちゃんとしてるところかと思ってたね本当にでやっぱりねまあそうは言っても多分 あの次の車もハイエース買うだろうしあの同じ販売店で買うと思うんですけどもやっぱその車に対してのその責任の持ち方っていうのがああこういう感じなんだまあ結果としてちゃんと直る,ると思うよそう期待してます直るだろうし結果としてちゃんとあのいい結果には終わると思うんだけどあの終わってくれるよねと思ってるんだけど。 うーん。まあ、なんていうか、あの、ちょっとメーカー対応としてはがっかりだったな、っていうのをね、あの、思ったね。はい。っていうのは、僕がこう言う前に、あの、コメント欄にもあったし、あの、その業界筋の関係者の人たちが、みんな最初から口を揃えて言ってたから、まあまあちょっと予測はしてたんだけど、ちょっとびっくりした。はい。へーって感じだね。 いい勉強になりました、はい、僕二輪の世界の人間なんでねあの四輪の方の世界っていうのはほぼ全く知らないんですけどあのあそうなんだって感じです <laughs> はいえー、まああのー、そうですね、えー、まあそれでもあの新車で買ったんであの新車の販売条件の中でなんとかね不具合直してあの頑張ってもらえてるのでまああの そ電話のお客様相談室のそのトヨタ自動車の対応としては、もう最低だったっていう話なんですけど、あの他の部分について、実際の対応については、あの今のところ問題ないです。はいえー、ただ、早く治ってくれて、ですねでエンストが原因でこう事故ったりとかね。 えー、する結果にになならないようにですすね、えー、気をつけたいいと思いますであとこれ普通車乗ったんですけど久しぶりにねすごいね最近の普通車ねこれ何の車か分かんないけどトヨタのマークついててさあのー、ね早いし快適だし燃費いいしさすごいね今の乗用車ってねはい。 なんて思ったです、はいえー、というわけで、えー、報告でした。皆さん、本当にありがとうございます。はい。また、あのー、進捗あると思うんですけども、あのー、まあ、ただ、その、トヨタの話については、もうここまでにします。これ以上はもう言わないです。はい。で、車はちゃんとね、えー、その修理して、その、どういう結果になったかっていうところまでね、皆さんとちょっと共有できればなと思います。はい。えー、以上、どうもありがとうございました。